ラスコ男役現役アイドル永遠の30歳綾原麻耶です。今回はちょっとした私の黒歴史についてお話ししたいと思います。いや、これは恥ずかしい思い出という方が黒歴史よりは正しいのかもしれません。今ですね、宝塚市ではリボンの騎士プロジェクトというのが行われております。これは募集人数2人、女性が2人です。そしてその女性の2人がリボンの騎士のね、サファイア姫の格好をしながら、宝塚市を PR する、宝塚市の観光大使を募集するというものです。このプロジェクトは2009年に立ち上げられて、そこからもう9年目、1年ごとに任命される人が変わっていくので、今は9期目を募集しているという感じらしいです。漫画家の手塚治虫先生が宝塚市に住んでいた時に、宝塚歌劇をモチーフにして描いた作品、リボンの騎士のサファイア姫を宝塚市のイメージシンボルとしながら、その宝塚市へ観光してくださいねという PR する女性を2人募集するというイベントだそうで、宝塚には宝塚大劇場のすぐ近くに手塚治虫記念館というのがあるんですけど、そこが15周年を迎えた時をきっかけに始まったプロジェクトだそうです。これが応募資格が18歳以上の女性だったら誰でも参加できるということで、一次審査が書類審査、そして二次審査が、面接、そして三次審査が宝塚の市内にある施設で公開オーディションを行うというものです。で、もう今ここまで見てくださった方はお気づきだと思いますけど、私2009年にこのプロジェクトが立ち上げられた時にこのオーディションを受けてまーす。そして落ちてまーす。しかも最終の公開オーディションで落ちてまーす。恥ずかしい。はい、ということでね、そのオーディションの時の思い出を語りたいと思うんですけど、正直二次審査まではもう何も覚えてないんですけど、最終面接は本当にもう超トラウマで、もうそれ以降私はなんかかなりビクビクして、自信を失って生活しました。っていうのもですね、さすがに元タカラジェンヌでこうオーディションを受けたの私だけだったんですよ、そのプロジェクトの。で、その時はそんなに芸能界めちゃくちゃ頑張るつもりがなくって、宝塚退団した1年後だったんで、もうアルバイトをいっぱいしていながら、せっかくだし受けてみないって事務所の方に言われて受けてみたのがきっかけだったんですけど、まあ、割とトントン拍子に最終オーディションまで行ったんですよ。で、その最終オーディション5人だったんですよ、人数が女性5人。で、私が最終審査を受けた会場が旧音楽学校のステージだったんですけど、そのステージでこの5人並んで立ちました。そして審査員にめちゃめちゃ知ってる演出家の先生とかがいたんですよ。宝塚時代のね、めちゃくちゃ知ってるめちゃくちゃ有名な先生とかが審査員にいて、いろいろ質問をしてくださるんです。で、宝塚市についていろいろ PR してほしいとか、好きなところはどこですかとか、そういう質問がありました。まあ、私はやっぱり宝塚に入っていたということで、第二のふるさととしてやっぱり愛する街ですみたいな PR をして、そこまでは良かったんですけど、その後ね、手塚治虫先生についてすっごいいっぱい質問が来るわけですよ。もう宝塚市のことじゃなくて手塚治虫先生についての質問で、私手塚治虫先生の作品はもうずっと漫画はいっぱい読んできてて、ドロロとかアヤコとか結構コアな、ね、作品とかも読んできてるし、やっぱり一番好きなのはブラックジャックで全巻持ってたし、
さもちろんねリボンの騎士も読んできたし、手塚治虫先生の作品はかなりね、中学校の図書室にもずっといっぱい置いてあったんでね、それをこう読んできてはいたんですけど、その質問内容がね、手塚治虫先生について知っていることを何でもいいのでお話ししてくださいって言われたんです。で周りの人たちもね、結構勉強されていて、手塚治虫先生のこう出生してからの話とかエピソードとかいろいろお話をされてたんですよ。ちょっと正直何を話してたか緊張してて覚えてないんですけど、で私はね何て言ったかっていうと、藤子 F 藤尾さんたちと一緒にトキワ荘で漫画を描いてましたっていう話をしたんです。そしたらそれがもうびっくりするぐらい微妙な反応で、みたいな、なんかまあそれはまあ漫画描いてそうですね、宝塚市出てからのことですねみたいな感じの反応だったので、その時私は本当に時は荘に住んでたはずだし、なんでこんな反応なんだろうって思いながら立ってました、その場に。でよくよく考えたらやっぱり宝塚市の観光大使だから、宝塚市にいた時の手塚治虫先生のエピソードを言うのが正しかったなと思う。しかも後から調べたら、リボンの騎士を書いたのは時はそうではなくて別のなんかマンションかアパートかに引っ越してからだったっていうことなんで、何にも宝塚市と絡みがない手塚治虫先生のエピソードを話しちゃったなと思うの、思うけど、でもあれは微妙な反応すぎたと思う。だって本当に私間違ったこと言ってないのに間違ってるみたいな反応だったそれは置いといてですね、その後自己 PR をしてくださいっていう時間があったんですよ。でね、そこでね皆さん、自分の学歴だったりとか趣味だったりとか、宝塚市の PR ができることになったらこんなことがしてみたいですっていう話をされてて、私はその自己 PR で何をしたかっていうと、宝塚の歌を歌ったんですよ。宝塚我が宝塚、清く正しく美しく栄えある歴史ここにあり、おお宝塚って歌ったの。なんかそれも反応がいまいちだったの。でも緊張しすぎて、でもその時あんまりオーディションとかも経験がたくさんあった方じゃないんで分からなくって、手応えが。そして結果発表が行われました。それ割と大々的に結果発表が行われてて、記者の人とかも並んでて、こうなんか今回宝塚市 PR 大使リボンの騎士サファイアに選ばれたのはみたいな司会の人が言って、こうブルル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 じゃーんみたいなんで、スポットライトが当たるんですけど、もちろん私には当たらずに落ちましたというお話でした。悲しかった、元タカラジェンヌっていう部分で若干受かるつもりでいた私の傲慢な気持ち、そして宝塚歌劇団以外の情報をあまり知らなかった、宝塚市ってね他にもいっぱいいいところがあるのにあまり知らなかった私が悪いと思います。そして私が選ばれなくて良かったとももちろん思っておりますでもこうやってね宝塚を退団してからもね、いろんな挫折を味わいながら、ここまで来たんですけれども、まあ、いろんなね思い出がありながらね、本当に強く育ったなと私は思っておりますということで、現在宝塚市では観光大使のリボンの騎士プロジェクトということで、サファイア姫2人募集しているそうなので、宝塚市が大好きだとか宝塚大好きとか、こういう活動をしてみたいという方はね、応募してみてはいかがでしょうか。詳しくは勝手に概要欄に載せておきますので見てみていただいたら嬉しいです。ということで、あやはるまやがかわいそうだなと思った方はグッドボタン、情けないなと思った方もグッドボタン、いやーこれは恥ずかしすぎるよ、もうふふふって思った